どうも、走りの学校オンラインスクール学級委員の茂木耕作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている45歳伸び盛りです。今日はサッカーでスプリントテクニックを使う時の注意点ということについて、あまりサッカーほとんど僕できないんですけど、これ本当に面白い話を聞いたというか、あのオンラインスクール生からなんですけど、なるほどと思ったことがあるので、シェアしたいなと思っております。本題に入る前にお知らせです。いよいよ明日となりましたけども、7月19日月曜日20時から第5回目となる藤村大輔和田健一ズーム座談会が開催されます。参加費は一家族税込み3300円です。参加申し込みご希望の方は概要欄のリンクから行ってください。過去4回分のハイライト文字起こしも載せておきますので、ぜひお役に立ててほしいなと思っております。それでは今日はもうサクッと本題に行きたいんですけども、毎週土曜日にですね、オンラインスクールではですね、Zoom でミーティングをやってて、まあ話題は特に決めてないんですけども、オンラインスクール生の、まあ、課題を共有して、講師の方々に見ていただいたり、みんなで、それをね、なるほどなるほどって言いながらシェアしたりとか、まあ、そういうこともやったりするし、一方でいろいろ球技をやられてる方もいらっしゃるので、球技にこういう風にスプリントテクニック生かしたらこう本当に良くなったとか、逆にね、スプリントテクニック使う時にちょっとこういうこと注意しないとみたいなことも出てくるんですね。でこういうのって、自分が、ね、好きな球技だけ例えばやっていても、得意な球技だけやっていても気づけなかったことでも面白いなと思うことって本当にたくさん実はあるので、まあ、これもね、走る学校オンラインスクールでしかなかなかないことだなというふうな話が昨日あったので、シェアしておきたいなと思いました。実はですね、まあ、サッカーでスプリントテクニックを生かすっていうと、結構ね、想像はつきやすいんじゃないかなと思うんですよね。例えばなんですけど、メッシ選手とかクリスチャーノ・ロナウド選手とかがサッカー選手だと完全にスプリントテクニックで走ってるっていうのが、まあ、はっきり、他の選手をはるかにこう後ろにぶち抜いてですね、どんどん前に出てくるっていう、もうスピードが全然違うんですね。これだからスプリントとランニングの違いがはっきり出てる。まあもう超一流の中でも、もうランニングでいくら速くても、スプリントを使ってる人には絶対に追いつけないっていういい例だなと思うんですけど、まあ、なのでサッカーみたいな広いフィールドで結構長い距離を走るような球技のスポーツっていうのは、やっぱりスプリントテクニックを持ってるっていうことのアドバンテージがものすごく大きく出てくる、パターンの球技かなとは思うんですけれども、ただですね、まあ、そういう成果、似たような成果を結構オンラインスクール生からも聞いてはいたんですよね。サイドで上がっていくときにもう楽に他の人を置いていけるということとか、まあ、フォワードみたいな前線で、頑張るときに簡単に裏を取ってこう前に出ていける、要するにオフサイドにならずにね、ディフェンダーを置き去りにできるみたいな動きとかってあると思うんですけど、やっぱりもうそこはスプリントテクニック持ってるか持ってないかって全然違うと思うので、なるほどな、やっぱりそういうことになりますね、よかったですねっていうのはよくある話なんですね。なんですけれども、そういうことだけではないっていう話が実はあって、昨日オンラインスクール生に結構サッカーをかなり一生懸命やってらっしゃる方が何人か来てて話してたんですけど、益子さんっていうね、オンラインスクール生の中でももう本当に抜群にスプリントテクニックをお持ちで、なおかつサッカーもかなりのレベルでやってらっしゃる方がいるんですけど、その方が本当面白いなと思ったんですけど、ですね、まあ要するに今日のは受け売りですね、益子さんの
スプリントテクニックはもうバンバン伸びてると、まあもともと早かったんですけど、さらに良くなって、活かせるんですけれども、やっぱり消耗がめちゃくちゃ激しいんですね、スプリントって。なのでサッカーの90分間をいろんなシチュエーションでこうゆっくりジョグしたり歩いたりランニングしたりで、いざっていう時にスプリントっていうギアの切り替えを行わないといけないんですけど、まあ今までの感じでこうなんていうかな、90分間の走り方のペースっていうんですかね、ここは速く走、これぐらいの速さでこれぐらいの、強度で、例えば 80% ぐらいの感じである程度走り回りつつみたいなことを、多分サッカーやってる人ってある程度の感覚があるんだと思うんですけど、その感じの自分の今まで気づいてきた、走り回る時の感覚っていうのがスプリントを手に入れることによって、ね、そのチャンスだと思う時にバンと発揮してしまうと、やっぱり結構消耗が激しいので、走る時の戦略というか、ゲームプランにおけるこう自分の走り方の切り替えみたいなのはかなり考えておかないと、で考えた上で、変えていこうとしないと後半バテるっていうことがあるらしいです。でこれは他の方もおっしゃってて、なるほどなと思いました。だからこれはね、スプリントテクニックを手に入れて進化したがゆえの新しいレベルの高い悩みではあると思うんですけど、なるほどなと。でこれはまあ僕本当に全然、自分はねサッカーなんか全然できなくて、リフティング5回とかぐらいしかできないから、何も語る資格はないんですけど、でもまあサッカー見るのはね好きだし、サッカーっていうスポーツ自体もとても好きなので、なるほどと思って、本当にね自分が得意じゃないスポーツでもこういう風にね、オンラインスクールでいろいろ話聞かせてもらうと本当に面白いんですけど、90分間ただでさえね走り切るって、まあまあ大変なことだなと思うんですよね。でそういう中で当然歩いてたり止まってたりっていう時間もたくさんあるんですけど、まあ、ほとんどがランニングで走っているべきなんでしょうね。なんですけども、どこでスプリントを使う場面なのかっていうのは、多分そのポジションによったりとか、自分のプレースタイルによったりとか、相手チームとの、なんていうのかな、相性とかにもよるのかもしれないですね。戦術とかにもよるのか、チームの戦術とかにもよるのかもしれないです。によってかなり自分のスプリントの使いどころって変わってくるのかもしれないですね、っていうお話でした。なんかこれは講師の方々も多分ほとんど分からないで、やっているかスクール生あるいはねこれから学ぶ人もサッカー選手ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、自分で走り革命理論でスプリントテクニックを身につけつつ、サッカーにはどう生かすのが一番いいのかっていうのは、これ自分でそれぞれが作っていく領域になるので、まあすごくクリエイティブだなとある意味思いました。なんか本当にいい伸びしろだなっていうところに気づかせてもらったというか、まあ、そんなことが昨日のね、オンラインスクールのミーティングであって、非常に興味深かったので共有してみました。ということでね、今日はねサッカーでスプリントテクニックを使う時の注意点というテーマで話してみたんですけど、他の球技もこういうこといっぱいあると思うので、ぜひぜひそんなことをね、シェアしてもらえたら、走り革命理論自体もねどんどん、そこにもねまだ伸びしろがあるんじゃないかなっていう気もしますので、みんなで盛り上げていきましょう。それでは皆さん、これからも最高のスプリントライフをね、スポーツライフに、そしてね、まあ、人生全体につなげて楽しんでまいりましょう。Vamos!